じゃあ、解説担当のカッパだよ。今週公開予定の動画の告知に来たよ。それに加えて、今週の動画の出演者についても紹介していくね。それじゃあまずは予告から。3月9日、18時30分公開予定。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ第80弾。ライホのヒップが奏でる風が、人里にて、夜な夜な夜遊びをする人間を捕まえてはお仕置きをする通り魔よすずめが出没。お仕置きの内容はお尻叩き一択。実在のほどはどうあれ、人間を襲ってはいけないルールがある人里で、人間を襲う妖怪が徘徊している異常事態なのは事実。予定していたオールナイトライブは中止すべきか。そんな風に悩むルナサの前にライコが現れ、ライコは何やら自信満々な様子で、いい考えがあるとルナサに伝えるが、まあどうせろくなことじゃないだろうけど、そんな本編の一部を先行公開。私にいい考えがある。その厄介なヨスズメ、私が退治してみせましょう。おお、さすがライコ、頼りになるねー。応援の一曲、一曲。ティアラバ演奏しようとするのやめなさいメルラン。にしても、何を言い出すかと思えば、あのねライコ、頼れる姉子ぶるのはいいけど、あんたは仮にも私たちのリーダーだよ。危険な真似をして、怪我でもされて、演奏に影響が出たら冗談じゃない。おとなしくしてろ。あはは、姉さんってほんとライコに当たり強いよねー。あ、もしかして私がライコを頼ろうとしたから、姉として焼けちゃったのかな？そんなに心配しなくても、私たちの姉さんは姉さんだけだよー。別に全然全くちっとも焼いたりなんてしていないんだが。大丈夫よルナサ、私には確実な賞賛があるわ。確実な賞賛？それは、私のこの、鍛え上げられたヒップよ。ああ、姉さんから悪いよ。ピックアップことわざヒントは、太鼓の叩き方。さて、今回はクレバーでありつつ情熱的なパーカッショニスト、堀川雷子について軽く紹介しよう。と言っても、私この人と接点ないから大して知らないし、割と新山寄りの妖怪だから冷枝さんちの幻想郷演技にもまだ詳細が載ってないんだよね。あっきゅん続感待ってるぜ割とマジで。というわけで私の知っている範囲で紹介させてもらうとしよう。堀川雷子の種族はつくも神。つくも神というのは道具に宿る八百万の神の慣れの果て。長く人間の念に触れて神聖が変化した道具の神が、供養されずに捨てられるなどして妖怪化した存在だ。堀川雷子はもともと和太鼓のつくも神だったけど、逆さま異変のとばっちりを受けていろいろ大変だったみたい。うちでの小槌が放つ魔力に自我を乗っ取られかけた雷子は、小槌の影響を受けた依代を切り捨てて、特殊な呪法を用いることで、外の世界のドラムを新たな依代として獲得した。つくも神が依代を変えるなんて聞いたことないよ。よっぽど呪法に詳しいんだねこの雷子ってのは。小槌の魔力でつくも神化したつくも姉妹が、逆さま異変解決後もただの道具に戻らずに済んでいるのは、雷子がその特殊な呪法を二人に教えたからなんだって。だからつくも姉妹は雷子のことを慕っているそうで、雷子の元へ向かう霊夢たちの足止めを試みたりしたらしい。雷子は口ぶりからしてつくも姉妹以外のつくも神たちにも救いの手を差し伸べて回ったようだね。道具の楽園を作りたい、という願いから行動を起こしたり、小槌の魔力を悪用しようとする政治を止めようとしたり、打楽器って荒々しいイメージがあったんだけど、意外と面倒見がよく心優しいお姉さんタイプの妖怪なのかな？ちなみに道具だった頃は叩かれることに喜びを覚えていたそうだけど、つくも神になってからは、もう叩かれる生活には戻りたくないと発言していたらしい。なんだろう、盛大な振りに聞こえた私がいるよ。それじゃ、公開日にまた会おう。ご視聴、ありがとうございました。